俺はグマライグマのトミー、グマライクチャガです。極上タイト、あずさ、ご結婚おめでとうございます。まあタイトとあずさ初めて会ったら昨年の高崎祭り、そうだな、集会に来てくれてよ、まあ、そっから会ったんだけどよ、まあずさがタイトが群馬のヤンキー大好きだから、ああサプライズで動画くれませんかっつう連絡が来たから今日撮ってんだけどよ、動画だけで寂しいやな。めっちゃ寂しい。しかも式場っつうのよ、なんか大宮のドンキの近くらしいからね。マジでちょうどドンキ来たかったし、ちょうどドンキ来たかったしよ。おいタイト、今から式場行くから待っててくんね、頼む。俺は群馬の牛馬のタミー、群馬の吉坂です。極上本日の企画はリスナーの結婚式でサプライズで行こう。はい、おめでとう。新郎の方が、はい、まあ元々群馬の牛ファン で、はい、で奥さんから DM いただきまして、はい、サプライズで、はい、結婚式なんかやってくれねえかと、はいはい、そういうことね、はい、でまずは動画だけでも全然いいんですよって言われたんだけど、うん、いやいやいや行きますよと。いや行きますよでしょ。行きますよということで、もうやってまいりましたよ。やってきたね。あ、じゃあそろそろね、入場なんで、はい、式場の中に入りたいと思います。おめでとう、出てもらいます。ムービーっすよ、こっから。じゃあ準備お願いします。今流れてます。はい、なかなかのものを出して、うん、有段者だったんですよ、有段者。この中で剣道やってた方いらっしゃいます？僕見つけ、シアンヒロインで見つけてました。何なんでしょう、何なんでしょう、何なんでしょう。やってみたい。ちょっと、目くばすしないでくださいよ。これも続きます。僕見てますから、本当に。いないですか、この中で。いらっしゃらない。いらっしゃらないですね。じゃあ、一人だけだ、たった一人の有段者。有段者ということで、まだ相当の実力で、関東大会に出てた方に勝ったことがあります。はい。なのでですね、ちょっと、真剣白羽の両方、はい、めちゃめちゃ得意な特技としていまして、ぜひタイトに、振っていただきたいなと。はい。気配だけで取れるから。
正直目つぶっててもいけるんですよ。本当に嘘だと思ってるでしょ。本当だ。剣道の有段者ってすごいんですよ。みんな持ってないから分かんないでしょ。すごいんですよ。持ってないこといいことに、まあ、すごいんでですね、まあ、ちょっと目つぶったら嘘くせえなって多分皆さん思うと思うんで、目開けたまま白踊りさせていただきたいと思って、はい、まあ、ちょっと、ね、ちょっと、そう、タイトル、よろしいですか？はい、じゃあちょっと、はい、この後、中央に使ってね、伝説の。伝説で、はい。これで感動に直しました。ゆいと、正直取れちゃうから、うん、で、さっきも聞いたでしょ、これ、有段者だから、結構来ていいから。そう、結構来てんやね。ガッツリ。そうじゃない。そう。そうなの。な？そう、ちょっと振ってみ。あ、おお、いいね、うん、いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ、いいよ、いいやつだな。あの、振り下ろしちゃダメね。2つになっちゃいました。パンってな、止めるってことね。当てるイメージ、当てるイメージね、うん、イメージだな。もう一回振ってみ、うん、あーいいね、じゃあいいよ、いいと思う、ここまで言ってたここまで言ってたから OK、でもそんぐらいで本当絶対緩めんのよ、うん、よし、じゃあ行くぞ、緩めなきゃいい、OK、 行くぞ、はい、行くぞ、ほんとさっきぐらいいいかな、うん、さっきぐらい全然いいから絶対取れるからな、ちょっと調整しとくな、ここだ、うん、ちょっとな、 OK、 来い来い来い、はい、いいよ、ほんと、ほんとゆっくりじゃダメだぞ絶対取るから、絶対取るから、うん、すごいんだから、うん、ああ、逃げっから、それではお願いします、はい、はい、はい、よしよしよし、よしよし、大丈夫、繋がってる、繋がってる、繋がってるから大丈夫、もうちょっとゆっくり振ってください、極上。そしてですね、うちのジャガー、はい、なんと歌がうまい、弱いんだよなどれぐらい歌がうまいか、はい、プロの歌手の方に一回誘われたことあります。ほんとそう、ほんとにメジャーデビューしてますよね、ちなみに、まあ、してないですけど、ね、その方はもうメジャーメジャー歌手の方に一、はい、回入らないかと言われたほどの歌唱力の持ち主でございまして、はい、まあ、今日はね、はい、まずじゃあちょっとお話 DM でね聞かせてもらって、好きなアーティスト、お二人がよく聴いてたアーティストあいみょんを、はい、今回選曲させていただきまして、はい、うちのジャガーが歌わさせてください、あいみょんでマリーゴールドですね、マリーゴールド、マリーゴールド聴いてました聞いてました、思い出の曲、もし違う曲がよかったら一回エンディングの前にもう一回練習してくるので、はい、大丈夫、マリーゴールド OK かな、大丈夫かな、わかりました、それでは皆様聴いてください、群馬のヤンキーじゃあいみょんね、マリーゴールド、風の強さがちょっと指をしてください、心揺さぶりすぎて
シュありがとうございます。マッシュ。はい。はい。赤ペンだったんでね。二次会でね、カラオケ呼んでもらえるのは中ですので、はい、お願いしますね。はい、ということで、結びにですね、僕ら群馬のヤンキーのまあなんていうんですか、ね、まあ名言というか、ね、言葉がありまして、はい、頼むっていう群馬の方言で、よろしく頼むよとか。頼むねとかいうやつを言わせていただいてるんですけども、うん、それをちょっとぜひ会場の皆さんとお二人と一緒に、コーラのレスポンスをちょっとやりたいなと思いまして、僕がですね、タイとアズサ末永くお幸せにしてくんねと言ったら頼むまいです、ね、はい、でこれはですね、はい、僕の声の大きさに合わせて頼むよ、ぜひ言っていただきたいんですけども、タイト、あずさ、末永くお幸せにしてくんねって言ったら、バッチリバッチリでございます。教育されております、皆さん。バッチリでございます。小、中、大で、皆さんで頼むまいと言って、はい、そうですね。はい、はい、させていただきたいと思います。今回もぜひね、声出していただけたらなと思います。皆さん準備よろしいでしょうか。言いますよ。はい。タイト、アズサ、末永くお幸せにしてくんね。タイト、アズサ、末永くお幸せにしてくんね。頼むまい。タイト、アズサ、末永くお幸せにしてくんね。お疲れ。大きな拍手でお送りください。ありがとう。お幸せにね。できてください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません。ありがとうございました。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこれにて、はい、結びとさせていただきます。いや大丈夫です。盛り上がった。盛り上がってますよね。どうでした皆さん。よかった。よかった。本当に、なるほどですね。おめでとうございます。おめでとうございます。背中をお幸せにしてください。頼むまい。